ちが生きている間に私たちの上に奇妙な出来事が起こり、しかもしばらくはその起こったことさえ気がつかないことがあります。私がそのもう藤原さん自体にも緊張しちゃってたので、それをきっとほぐすために、じゃあちょっと今ハグしてみてってなって、はい、でも大丈夫でいける、ハグとかします。はい、じゃあハグしてみて、これしかないハグ、でも止まっちゃって、ちゃんとハグやる。大丈夫か。頑張れよ。ハグ。大丈夫。はい。大丈夫だ。それで。それじゃ多分なんか足りなかったのか、石野様抱っこって言って急にされて、で藤原さんも何のためらいもなくそのわーって感じだったんで。はい、じゃあ本当ですか。大丈夫か。大丈夫か。ただただなんか恥ずかしかったですね。